さあということでやってまいりましょう。つむつむセブンスアニバーサリー耐久レース、すべてのつむを紹介するまで終わりませんやっていきます。続きましてはいいよね、ハクーナマタラ、 What a wonderful phrase、 ハクーナマタラ。こっから先の英語の歌詞は覚えてないんだよね。よく覚えときなよって悩まずにってやつね。はい、やっぱりね、前回なんというか奈良のツムを使ってる時も話したんですけどね、新作の方のライオンキングの時にね、言ってたプンバがね、歌ってたら200キロも大きくなったんだよって、おー 3D で飛び出してくるんだけど、びっくりした歌ってたら200キロも大きくなっちゃったんだよって言うドーンっていうシーンがね、好きなんですよね。うわ、ここできたら、キモンのツム欲しかったなぁ。キモンのツムね、あったんですかね。僕ちょっとこれ持ってないんですよね、気づいたら。ということで、もう一回、キモン飛んでてるよね。で、あとやっぱり、最初のアニメの方のね、ライオンキングもね、最初、ハゲタカですかね、に食べられそうになってるね、シンバをね、助けに来るあのシーン好きですよね。いやぁ叫んでいきながら、こう、こっちに向かってきて、で、プンプンプン、今日調子がいいな、プンバ、当たり前だぜって言ってね、あのシーンがね、最高ですよね。で、こうやってね、知ってる作品の映画のことはね、ベラ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 喋るんですけど、見たことあるやつね。見たことないやつと思う、その温度差っちゅうのが、これなんとか、あ、プンバあれか、突進力が半端ないから、消しちゃうんだ、ボム。それがちょっと面白いって感じですね。あれ、ドン。でもなんかすごいね、なんか溜まりやすいのかな、たまたまなのかな。こうね、あんまりそのスキルレベルも高くないツムなのに7回も使いました。ドン、ほいほいほい、いい感じ。ということで、プンバーですね、画面に飛び出てくる、画面に向かって突っ込んでくるね、まるであたかも 3D のような感覚を味わえる、そんなツムでございました。ということで、また次回。